GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットスタッフがお送りする GM チャンネル、今回担当するのはゴエモンと山田です。はい、ということで、はい、参りました。物語シリーズコラボおめでとうございます。おめでとうございます。最近さ、はい、コラボ率高くない？いや、めっちゃありがたい。俺コラボの時は音曲一体は作るって決めてるから、うん、そうだよね。これは嬉しい。どんどんコラボお願いします。はい、ということで、はい、やっていきたいと思います。お願いします。はい、ということで、はい、やってまいりました。のび太のび太のび太スネ夫です。違うで違うで、これ。はい、ということでですね、うん、今回はね、はいはい、羽川さんに行きたいと思います。これでいけんの？羽川さん、あの、超可愛いよね。めっちゃ可愛いよな。めっちゃ可愛いよね。俺めっちゃタイプ俺のタイプや。ちょっと残念ながら、うん、この物語シリーズ、はいはい、見たことないんやけど、うんうん、モンストロこれ初めて見て、うん、めっちゃタイプ。可愛いよな。これを機にめっちゃ見たいと思った。実はね、あの、うん、羽川さん本来メガネっ子なんですよ。めっちゃギャップやんじゃん。いやー、可愛いよ。こんな感じね。うわ、すごい。はい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 、翼キャット。はいはいはい。さあ、いやー、来ました。いや、のび太は強いっていうのも証明してるの俺らだと思うわ。そうね、のび太で物語に行くと。このショットガンがね、いや、削るよな、これ。いや、マジで強い。とにかく反撃モードになる前に極力倒しておきたいなそういうことね。の紹介ですね。そういうことね、ギミックの紹介力。そうなんだよな。そうなんだよな。近く見たらな、ピンチなんだよな。そうなんだよな。やばいよな。誰誰なんでしょうね。あと、とにかく倒してください。できれば剣まで行きたいんだが、行く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 、行ったぜ。行きまーす。来た。うおー、すごい。めっちゃいいやん。うわ、かわいいよな。これは脳殺ですね。パジャマやばい。脳殺。このでっかい私倒したよな。いけそう、多分ショットガン入るからいけるんじゃないかな。カンカンカンとショットガンで。バブルボーイも結構。行ったか。行ってないか。行ってないか。行ったか。行ってないか。まあ、次やっぱ友情で倒せるから。そうだね。で、しかも全員半分持ちだから、そこはいいことだね。うん、だから、まあ、下はほっとくスタイルで、もう他のアザラシを倒そう。そうだね。友情当てていい？友情当てよ。バブリーが結構いい感じだから。オーケー。オーケーオーケー。で、伸びた、動けるよね、次。大丈夫だよね。なら大丈夫。それであれば、高所か、縦でこういくか。縦もしくは右入れれば、回っても大丈夫。まあね、でもここ入れ番角度じゃね、いけるかな。いや、わからん。俺ならちょっと怖いけど、ゴエモンならいけるって信じてるから、俺は。お前さ、ゴエモンならいけるでしょ。ヒントあるからな。ね。行ってみましょう。おー、素晴らしい。行った。そう、いいね。オッケーオッケー、いいぞ。大丈夫なんで。いいぞ。ね、そう。オッケー。いいぞ、いいぞ。さあ、バブ棒なんで、うん、友情全部当てて、はい、行きたいよね。で、こうすれば多分フレアが終わった段階で行く、行くんじゃないかな。でも金波取りたくないんよな。そうね、こうやって行くか。じゃあ、いや、その盾が絶対帰ってきた時に食らうから。じゃあ横貫するわ。はい、お願いします。いい判断だと信じて。うえー、いいぞ。下倒した？あ、残った。残ったか。大丈夫、大丈夫。即死ないよな。即死はないんちゃうかな、わからんけどなったことにないからわからへんけど、こっちで行こうか。入りたいね。よし、いいぞ。素晴らしい。効く、効く、効くね、これ。友情クリティカルも決まってたね、今。決まってたね、これ。で、これはもう友情決めて、もう倒そう。友情た、友情出して。あー、でもさ、剣取りたいんだけど、まあ、いた。いや、剣取っても倒すんじゃう。バブボー無理か。うん、位置的によく。あー、剣取れ。でも残ったじゃん。よっしゃ、残らないや。剣取った。オッケー、金波。まあ、あとは左遷ね。まあまあ仕方ない、高望みはしません、ね、そこまで。今のハートよりも剣を優先。そうね、まだ次ある。あー、でもしかも超絶いい位置です。来ました。が、しかし、しかし、うん、とりあえずこいつ上行こう、上行こうか。上でザコ倒そうか、こうやって。そうね、素晴らしい判断やと思います。まずはね、まずは動けへんようになるから。そう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 、かってぇな、おい。と、バブボーで、バブボーが超絶いいから。はいはいはい。弱点来い。来ないか、そっちか。これで、そうね、友情出しながら。近いしね。そう、近いし。
いいんじゃないこれ。オッケー、1体倒した、2体倒した、オッケー。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。ザコ優先よ。はいはいはい、はいはい、まあ上で考えしてるから、ね、そうだね。横感していれば、まあ若干下がっても多分もう消えたぐらいでも、うん、いけそうな気するよな。硬いなぁ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。ちょっとずらしちゃったけど大丈夫大丈夫。で、私なんで、はいはい、これは、こう行って、うん、それでもいいし、上側にこう行くか、横感でもいけるけどな、多分。そう、誰も当たらへんと思う。バブボ当てなくていい？いっか。いや、バブボ当てたかったら当ててもいいよ。それで上に行って、上のアザラシの間入ってっていうスタイルだろ。できれば、友情全部出したい方。出したね。素晴らしい。オッケー。いいね、いいね。いいね、いいね。順調ざんす。いいですね。いや、いいよ、これ。いいよ、調子いいよ。なんでこんなにいいかっていうの俺分かってんねん。何？ゴエモン超テンション上がってるやろ、今。どういうことやねん。キャラ絵に。あ、キャラ絵に？キャラ絵にすごいテンション上がってる。キャラ絵にはテンション上がってる。やろ、うん、ウキウキしてるもん。俺もウキウキしてるもん。てか、やっぱ、ボイスがね。ボイスがいいしな。いや、モンストボイス素晴らしいよね。ボイスもいいし、キャラ絵もいい。そう。キャラ絵もボイスも、ありがとうございます。どっちもいい。抜けました。いやもう、そんなどっちもよかったらそれはさ、最高としか言えへん。他ないもんだって、最高以外。そうね、その通りでございますか。もう、決まり文句っていうか、もうそれしかない。これさ、もう SS、歌んでいっか、とりあえず歌のはいい。またかな。これで、そうね。ちゃんと倒せそうだよね、この、大人形、うん。大人形でやっていくかわからんけど。倒したね。本名はわからんけど。山田マンは、打ってもいいかもじゃないか。打とうか。うん。打って、人魚とか倒したいもんね。そうやな。まあでも、そうやな。でも暴れへんけどな。そうだね。暴れないから。でも、打たずにショットガンだけ出すっていうのもあるよけどな。いや、でもね、打つか。打って、ザコは HP 減らしといた方がいいと思う。下側を行くってことかな、これで。そう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 。せっかく今 SS が3本残ってるけど、そうね。全員ダメを持ってないから。確かに。これで極力削ってって感じだね。そう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 。まあでも残ったから貼られちゃいますよね。ただ、できれば下。そうね。そうね。できれば下。上はやめてくれ。うわー、怖っ。まあ。家番神話と祈って。縦しかないよな、って感じかな。もしくは横を狙ってもいいけど。横怖いよ。これでいくよ。まあ、それが安牌からな。安牌でしょうね。よっしゃ、入る入る、ラッキーラッキー、素晴らしい入り、いいでしょう。さあ反撃になるけど、まあまあまあ大丈夫。ここはその位置ならじゃあ最初にここに当てて SS 打つか。結構体力もいい感じに削ってるから、もしかしたら削り切る可能性もあるのかな。まあでも人魚倒してもいいんだけど。そうそう、人魚倒しに行く、うん、SS でも SS 使って下に下がりながら、はいはい、そうね、フレアを受けへんのが第一優先かな。そうだね、これでいくか。じゃあワンバンして右に行くか。あ、それでいいんちゃう。で、変に帰ってこへんかったら大丈夫。そうだよね、ワンバンしてオッケー、来た。オッケーオッケー、変に帰ってこへんかったね。オッケーオッケーオッケー、素晴らしい、いいでしょう。あー、でも下に残った。あー、ブブブブブ、次大丈夫だろ。次溶けたよね。オッケーオッケーオッケー、そうね。で、バブボーが SS 打てる。買ったんちゃう、買ったんちゃうか。行くで、お願いします。ストライクショットは、さあ来たね、来たんちゃう、来たんちゃう、来た、来てない、来た、来てない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 。まあでもいいでしょう。山田マン決めてください。決めましょうか。大好きな、さあ弱点来い、弱点来い、あの子にダメージを与えてください。なんで大好きなあの子に、あの子に、オッケー、大好きなあの子やからちょっと残そうかな。ちょっと残そうかな。残るかな、開いてこい。さあ決めちゃいました、ありがとうございます。上には入らへんかったけど、落ちろ、いっぱい落ちろ、落ちない、いやー素晴らしい。さあさあさあ、ちなみに多分ね、うん、運さんじゃないかな。単純に俺らボロボロ落ちる。俺らね、そもそも運枠というか、はいはいはい、そもそもあの降臨キャラしか使ってないんで。そうですね、あれですけど、はい。さあ何個落ちる、ガツガツ落ちろ、すげえ、何個落ちるかな。おお、まあ、サンドロはいいですよ。サンドロなら許す。いい、許す。オッケー。2ドロはちょっと悲しいけど、はいはい、サンドロはまあよくあるパターンです。うん、まあいいでしょう。いいでしょう。はい。よく勝ちましたね。勝ちましたよ。そして、やったー！ありがとうございます。かわいいね。
さあもうね早速進化させたいね。早速進化させたい、うん、はいはい無事ね。いやだからもう伸びた艦隊でいけるなこれ多分。そうね、うん、確かにバブルボー入れても入れんでもいいかもしれない。もう時間かかるけど結構かかるな。 B か11分でも B なの。いろいろ考えたから。そうね、はい、ということで、はい、クリアできました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この動画良かったと思ってくれる方は、はい、高評価コメントチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。みんなもね何の降臨で皆さん言ってるのかとか教えていただけたら嬉しいです、うんね、僕らは伸びたで勝ちました。はい、はい、ということで、今後もやっていきますんでぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン